さあ続きましてはデビューからの2年を振り返ろう後半戦。いやあ危ねえ、終わるとこだった。危ねえ、締めやってた皆さんもびっくりしたけど締めじゃないですからね。あ、さっきちらっと見えたけど、あのディレクションやってる中山さんって、マジックワーズ書いてくれた中山雅人さんじゃないからね、別のもっと普通のっていうかもっとファンキーなおじさんだからその中山さんです。さあ、じゃあ2年をね振り返っていきたいと思いますよ。後半戦はですね、スターテイルから始まりますね。スターテイルも、工藤先生が書いてくれた曲でして、これはスターテイルの CD、ここにありますけれども、スターテイルは僕の曲って全部アニメだったり漫画だったりゲームだったり、寺島が影響を受けたもの、大好きなもの、興味深いものを元ネタにして詩を書いてるんですよ。で、一曲一曲全部その元ネタって違ってたんですけれども、スターテイルは初めてこれに CD に収録する3曲を全部同じ作品で作ってみようっていう試みだったんですよね。この大好きな作品なんですけど、まあ権利の問題しよう言わないっていう話をしてるんですけど、ぜひこれかなって思う方はぜひぜひ書いてください。スターテイルとグッナイグッバイスペシャルで、この3曲を一つの作品で書いてみよう、一つのまとめにしてみようっていう挑戦をした1枚でございました。さあ、じゃあこれもですね、PV を見ながらちょっと振り返っていきたいと思います。それではスターテイルの PV ご覧いただきましょう。どうぞ。テラシーの、え、嘘、テラシー音楽活動3周年突入おめでとうございます。ほら、ママちゃんだ。嘘、なんでなんでなんで、なんでなんで、テラシーがこう、ランティスじゃねえじゃん、こう続けて、で、僕もキングレコードじゃん、続けて、お互いにこう刺激し合いながらできてるのがとても嬉しく思います。テラシーとなんで肩まくってんの、会えるのが、いつも嬉しくて、同い年として、いつもこうまさに切磋琢磨しながら切磋琢磨現場で何言ってんの、できてるのがすごく励みになっていて、でしかもテラシーは僕のことを非常に褒めてくれる。だってすごいじゃん、何があっても褒めてくれる何があってもじゃないよ、そんなことないよ、甘えています。まあ、甘えてはいると思う、ね、なのでこれからも素敵なテラシーでいてほしいのと、宮野守のことをずっと面倒見てほしいのとなんで音楽活動においてもですね、テラシーにしかできない道を突き進んでいて、はい、本当にすげえなって思うんです。とにかく、おめでとうございます。また焼肉食べに行きましょう。おわ、行こう。宮野守でした。バイバイ。バイバイ。何してんの？おお、マモちゃんだ。びっくりした。こないだ会ったばっかだよ。この間お昼一緒に食べたばっかだよ。びっくりした。あ、本当だ、みんな焼肉だ。森久保さんも焼肉っつってたし、あ、本当だ、レイちゃんとドキアだ。レイちゃんとドキアと大谷で焼肉だ。なんだこれ。あー、超びっくりした。え、いつ、マモちゃんいつ撮ったのあれ。いや、なんか森久保さんはなんか腑に落ちるというか納得しましたよ。なんですかし。マモちゃんありがとう。見てないとは思うけど、これはさすがに。ありがとう。いや、みんなびっくりしたんじゃない？俺よりみんながびっくりしたんじゃない？どっちかって言ったら。俺もちょっともう今忘れてたけど、完全にこのドッキリがあるっていうのを。うおー、びっくりした。マモちゃん、誕生日おめでとう。こないだ、ライブ初日見せていただきました。宮野守さんの。めっちゃかっこよかったです。ニューオーダー超かっこいいっす。本当にね、宮野さんすごいんですよ。いや、だって褒めてくれるって今 V の中で言ってたけど、いや、だってすごいんだもん、マモちゃんは。同い年だからっていうのもあるし、っていうか、まあこの業界の人みんなすごいんですけど、やっぱり。でも活動を見てると、いや、すごいなって本当に思う。この人は特殊だなというか、独特だなってすごい思わされます。